はい、こんばんは、うどんです。今日もエストポリス電気2、続きやっていきましょう。前回ガイが参戦したところ、ガイが参戦したんですが、ガイの装備があんまり良くない、特に防具がひどい。いやー、フィールドの曲もいいな。フィールドの曲をずっと聴いてられる。ずっと聴いてられるけど、話が進まないんで、進みましょう。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。防具。ガイがさすがにひどいんで、レザーヘルムを買うか。レザーヘルムを買うには、バックラーを売るレザーヘルム、よし、これでなんとかなったかな。ただガイのアジリティがひどいですね。16しかない、めちゃめちゃ鈍足。さて、ガイの妹がさらわれたところから再開。こんな感じかな。ガイ遅いですね。ほんと遅いな。知らんぷり。毒ダメージ。知らんぷり。なんだそれ。毒は戦闘後に回復するタイプだったかどうか。ああ、ダメか。まあ、この時のためにポイズナーを持ってきた。これか。これね、いきなり2つか。こっちから行くか。やだわー。こう。あれ？いや。ん？え？いや。ん？ん？ん？あ、もしかしてこれ全部を埋めろってことかな？全部を埋めろでいいのかな？うん、セーブ、死んだらセーブしたところからやり直しだったと思います、多分。フレイ。サソリには炎が効かない。ハサミ。ハサミ。挟んできますね。回復の祈り。あ、これ主人公21歳設定だったんだ。そうなんだ。早めに回復しとこう。ティアのね、回復の祈りがね、めっちゃ便利ですね。全てを置いてって話かな、これ。こうこうこう、あ、な、なに、正直何が条件だったのかよくわからない。まあいいや、何が条件だったんだろう。今よくわからないけどクリアし、よくわからないけどいけましたね。
結構硬い。魔王召喚。パルプンテ的な技かな。失敗したみたいですけど。うん、一回で開いた。一回で開いたか。水をやってみよう。お、やっぱり効いた。サソリには水ですね。ほうほう。こうね。で、これは確か炎だったはず。日本の RPG で、ね、大概10代ですもんね、主人公ティーンエイジャー。なんででしょうね。まあプレイ層の違いなのかな。結構経験値もらえる。なんかあるんちゃう？特にない。え、そのまま上行っていいの？ミス。少年漫画ね。まあそういう意味では、そのアメコミ、僕もすいません、アメコミにそんなに詳しいわけじゃないんですけど、アメコミの主役も大人が多いと思うんですが、あ、でもスパイダーマンとか違うか。まあものによるか、一概には言えないか。おっさんおばさんが主人公で売れない。4階。新種の敵スケルトン。21、結構強いな。ガイの足が遅すぎる問題がね。ん？おお、なんじゃ。あー、下から来いってことかな、これ多分。ちょっと一回リセットしましょう。先手取った。クラブはどっちかっていうと炎かな。どうだろう。お、結構減った。結構調子変えた。よしよし。明らかにね、これ入り口がありましたからね。そうなんですね、どんどん魔法使っていきましょう。どうせどっかでね、 MP 回復の、魔法陣あるでしょう。お、ん、お、
なんと、なんと、なんと他に道があったのか、そもそも。どこまで降りればいいのやら。しまった。あ、やばい。隊列がおかしくなってる。あ、即死。マジか。即死はまずいですね。これはミラクロースまた使わざるを得ない。復活系のやつがまだミラクロースしかないのが、ちょっとねもったいないですね。うおー、マジか。あ、ダメだこれは。これはまずい。むしろフレイを連打して倒しにかかるべきだ。回復魔法でも復活できましたっけ？エストで。エストじゃダメですよね、きっと。一回脱出しないとダメかもしれないですね、これは。お金貯まったし一回脱出しましょう。ちょっと一回帰ろう。マキシムが死んだまま、ホーク。カニ系はね、どの RPG でもね、総じてね、手強いですよね。冬打ちがね、ちょっとね、大失態でしたね。あれで、ティアが即死したのが。ちなみに、念のために、エストで、ダメだよね。ふう、これ宿屋に行ったら、あ、宿屋に行けば回復するパターンかな。妹救出に失敗しました。おかしな男に連れ去られたヒルダを助けることはできなかった。あ、そっか、魔法あったか。あ、治らない。宿屋では治らない。宿屋では治らない。教会です、どうやら。あれ？教会がない、いや、そんなことないよ。教会どこだ？あった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 。治療。130ゴールド。まあ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 、これぐらいなら。ふぅ、記録しよう。ちなみにここの記録は意味がないんで、クイックセーブしましょう。で、カエル装備をちょっと用意しときたいな。まず、魔法屋。呪文、フレイ、ウォーム、リア、レギー。あー、いや、いっか、優先順位低いな。ポイズナ、スレイ、フィグ、アイテム混乱。混乱か。買っとくか。ちょっとやってみるか。通常のセーブはそう、いや、そんなこともないよ。フリーズしない前提であれば別に、ゲーム中ロードで構わないんで。クッ
クリーでコイル10アップ。それより防具をライトアーマーで防御力6アップ。劇的な改善は望めないですね。劇的な改善は望めない。攻撃力を10上げるぐらいか、クックリで。まあ買っとくか、クックリ。これでショートソードを売る。じゃあレギ買っときましょう。よし、これで。あと道具屋で、道具屋でアイテムショップ、アイテムショップ。あれ？道具屋どこだ？ここはショップ。あ、あっちだ。スイングイングは魔法持ってるから、あれちょっと待ってね。 S とスレイ、あ、脱出用の魔法はないのか。買っとくか。いやー、さっきのも別に奇襲食らなければそのまま続行できたと思うんですよ。まあ行きましょう。奇襲食らなければまあなんとかなったと思うんですけど、まあ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 出直しましょう。じゃあ早速フィグ。あ、でも2体には効いたか。思い出に残る RPG のキャラクターか。結構ね、記憶に残る RPG ならあるんですけど、さ、ね、キャラクター個人でね、そんなに思い入れあるなら、ね、逆にないかもしんない。はい、ガイは MP がゼロなんで魔法使えないっす。ガイは重戦車ですね。足が遅くて火力が高い。マキシムがいわゆる勇者。まあ言うてもポイズナとエストしか覚えてないんですけど、ほぼほぼ。スライムはプチッと。あら、グリーンスライムはヒットポイントが高い。そうね、マキシもそれは小雪も覚えられるんですよね。なんかね、どうしてもなんかそういう使い方になっちゃう。これ正面行ってみようか。いけない系ウォーム。サソリ以外にはウォームが効かなかった。サバルトリア同士で、確かにサマルトリアの王子というと途端に弱そう。一番気をつけるのはやっぱりね、奇襲ですね。奇襲でティアが集中攻撃食らって。あ、そうなんだ、サマルトリアスーパーファミコンで強化されたんだ。へえ、そうなんだ。どう強化されたんですか。なんかここで、ここで結局なんで上がれたかよく、あれ、え？よくわからない。結論としてはよくわからない。
1回目来た時なんで通過できたかよく分からなかったんですけど、そっか、サマルトリアの王子ってね、装備がひどかったってのありますよね。確か鉄の槍がかなり、一番強い武器が鉄の槍とかじゃなかったっけ。ん、全部のスイッチを押すってことかな。まあ、よかった、セーフ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 。フィグ行きましょう。ああこの手の術ね、効くか効かないかはね、作品次第なんですよね。どうやらエストポリス2はあの混乱系はあまり効かないのかな、それともただたそういう敵だからかな。エストポリスはなんだかんだの配信しててメリハリがっていいんですよ。各もう 1フロア1フロアにちょっとした謎解きがあるんで、よいしょ、また知らんぷり出た。おっと、ティアがめっちゃ狙われてる。ここで火薬の祈り、僕ねウィザードリー的な RPG も結構好きなんですけど、初代ウィザードリー配信しましたが、その系統次どうしようか迷ったまま止まってるんですよ。初代ウィザードリーってね、みんなの共通体験だから分かりやすかったと思うんです。多分皆さんやってると思うんで、なんかそういう共通体験的なものってあんまないなーっていう。女神転生だったら2かな、もしくは新女神転生。あー、いやでもなー、いやちょっと女神転生は重いかなー、重いかなー。いやウィザードリー方はね、ちょっとさすがに僕はダイヤモンドもリルガミンも好きなんですけど、ダンマスはありかな。イアイドとヒッサーね、前も言いましたけど、ダンマスは確かにな。お？同じ形にすればいいってこと？いや違うな、これ真ん中に置いて同じ形でしょ。これでよし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 、うわっ、しまったやっちまった。同じパターン、死ぬな、ティア、セーフ。そうですね、ワーズナの逆襲ですね、ザ・リターン・オブ・ワーズナ。小説版がねめっちゃ面白かった記憶がある。というかですね、ウィザードリーはですね、ベニー松山の小説がどれも面白いんですけど、風よ竜に届いてるかがね、僕の中のね、ゲーミング、ゲーム小説の最高峰だ、最高峰かな。
メガテンやるんだったら新女神転生ですかね、やっぱりスーパーファミコンの。隣り合わせの配当精神ももちろん素晴らしいんですけど、いやー、隣り合わせの配当精神ありきでやっぱり風よ竜に届いてるかがすごい感動したな。さあマキシムはポイズナ役と、ちょっとエストのばらまきでもするか。素直に弓使った方がいいかなこれ。フレイ、最近の作品だと Steam のダーケストダンジョン、あれがそれ実はねすごい好みだったんですよ。まあちゃんとやってないんですけど、配信でちょっとなんだ怪しい。おっと敵がいっぱい。フレイでいいかな。こんがり焼けました。はい、宝島社の漫画のウィザードリーはほぼほぼ持ってましたよ。うっそ。全員集中攻撃かよ、ティアを。なんちゅうひどいプレイだ。いやー、ここはミラクロス使えないな、さすがにこれ以上。そろそろ回復ポイントが近いんじゃないかと思ってこのまま進みましょうか。回復ポイントまで、ん？ん？ん？おお、ちょっと回復ポイントまで。なんだこれ、バッキル音。音符は下から行くのがいい。もう倒しちゃいましょう。わっとスルーした。下から行くのがいい、下から行くのがいい。あ、これはティアなしだとちょっとしんどい。まあまあちょっと、この敵を掃除したら音符を触ってみましょう。いろいろ、エストをマキシムとガイに。あ、多分ということですよね。多分
違うのかな、あれ下から行くのがいいって。これ弓の音ですよね。こっちに歌っ、ん、あ、ああ剣が走れな、なるほど。あ、なるほどね、なるほどね。振るだけじゃダメなんですね。空の鍵を手に入れた。でもどこで使う鍵なんだろう。どっか鍵閉まってる場所あったっけな。どっか鍵閉まってる場所なんか見かけたっけ。見かけてないんですけど、上を止めちゃダメだ。ほらほら、カニがかなり積極的に狙ってきま、ちょっと待って、ちょっと待って、えいえい、こうだ、よし、ふう、一旦変えるか。いや、そろそろね、あ、やった。これ待ってました。これ待ってた、これ待ってた。もういっか。帰るのめんどくさいし。いや、もういいや、使おう。あ、いやー、でもボス戦考えるとなー、もうこれはしょうがないか。これはしょうがないか、帰るか。死者復活がね、結構厄介ですね。デサール、いやー、生き返らないとはな。結構難易度高いです。難易度高いっていうか、まあレベル上限、レベルの想定が結構高いダンジョンですね。お、なんか拾った、イーグルロック。あー、アジティがでもずっと上がる、ぐっと上がるんで、ガイに装備させるか。ガイがね、とにかく鈍足なんで、これでガイのアジティが34まで上がった。なるほど、結構きついタイミング今が。まあでも、あの、そうね、あの、単純にヒットポイント1でいいから復活してくれるアイテムを売ってればね、いいんですけど。で、マキシムにも攻撃魔法を渡しましょうか。まあでもね、さっきのね、スケルトンでの戦士は正直どれもまあもう、あれはもう単純にレベルでしたね。なので、
治療。またなんだかんだでね、結構溜まりましたね、お金。マキシムに魔法覚えさせましょう。フレイ使わなくてウォムが使える。ディア、フブキ、レギ、マキシムもね、よくわかんないな。いやー、ウォムだけでいっか。とりあえずウォムだけにしとくか。これでマキシムが全体攻撃可能になったんで、水ですけど。いやー、まあ覚え、もういいや、覚えとこ。ディア、レギ、覚えとこ。さ、あとはライトドレスを買うか。ティアがね、結構ね、まあ回復の祈りがついてるんで、4上がる。ライトドレス買っとくか。コート売って、よし、これでいきましょう。イーグルロックをね、拾ったのはラッキーでしたね。さ、揃ったところで一回セーブしたい。はい、魔法買うタイプです。なので結構ね、魔法買うお金も必要だったりするんで、あんまりね、僕ね、細かく装備を更新、できるだけ細かく、装備を細かく更新しない方がいいと思うんですけど、特にね、人数が多くなってきたんでね、全身少しずつ更新は愚策だと思うんで、早速ちょっとマキシムが魔法、まずこのレギ、ガイが殴る、吹雪も起こしてみる。これね、元はスーパーハミコンです。まあそもそも吹雪が効かなかった。あ、属性気にせず何だかやっちゃダメですね。さて、これが、そうそう、真ん中を押したらスイッチが出てきて、でこうね、もう、よしよしよし、こうね、これがね、正しいクリアの仕方ですね、ここの。いっぱいいるなぁ。あー、ちょっと待ってね。マキシムがレギ、フレイ。さすがに3回目ですからね。あ、フレイ全然効かないな。ゴブリンとコボルトにはフレイではなくレギってことかな。よし、レギでいきましょう。
まあそんなに聞いたわけでもない。いまいちちょっとね聞きが悪いですね、このゴブリン系は。南東2階、まずここをずらす。よし、スルッと。よし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 。どっちだっけ。どっちだっけな。こう。いや、あれ、こっちじゃない気がする。あれ、こっちだったような気が。こうかな。よし。こう押して、こう押して、あ、よっと。あれよっと。よし、ここまで来た。ふう。さて、セーブしてと行きましょう。マジか、僕あのスイッチ入れたとも、入れたつも、入れてたんですけど、そうか。ダンジョン出たからやり直しか、あのスイッチ。なんちゅうこっちゃ。そう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 。おりゃ。ふう。で、これでスイッチですね。あれ？まだスイッチしなかった。あー、これ鍵じゃん。これ鍵だ。これ鍵だ。ちくしょう、どこだっけな、スイッチ。ここは普通に通過して、カニが突っ込んできた。3つのルートがあるんですね。鍵ルートとスイッチルートと。こっちか。いや違う、さっき行きかけて戻ったところ。あー、こっちか。あー、これだー、横だー。危ねえ危ない危ない。礼儀。そうそう、ここでやられたんですね。そして同じ遭遇の仕方しちゃった。不意打ちを食らわなかったのはたまたまですね、今の。おりゃ。爆弾じゃねえ。弓にしていきましょう。アロー。やっと来たか。来たー。ふう。あれな、この野郎。もう大丈夫で、一体何回目か忘れましたが、またこれをやって、カニがね、カニそのものが罠みたいな感じでズワッときますね。
カニアグレッシブだね。やる気、カニがやる気ぜ。この野郎。あれ、僕ちょっと待って、ちょっと待って。なんか道間違えてるこれ。ここ上だったような気が。こっちが正解だよね。こっち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 。ふう。お待たせしました。来たわー、来たわー。ふう。これでいよいよボスが近い雰囲気。ん？なんだ？奥の部屋で日付が変わるとき何かが起こる。つまりこれが時計ってことですよね。日付が変わる、日付が変わる。まあ、すいません、こいつ倒しちゃおう。なんかありそう。あー、なるほどね。はい、6時15分を9時にするわけですね。よいしょよいしょ。意外に簡単だった。2箇所も。2つヒントがある意味が特になかった気がします。なるほど、日付が変わるときでも起きるんだ。すいません、それ聞かなかったら多分全くもってスルーしてましたね。確かに6時を9時にしたのは日付が変わるときじゃないもんね。つまり12時のつもり12時のつもり違う。日付が変わるときね、これ9時だよね。9時を一つずらして12時15分にしてみる。そうですよ、長針を。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。ダメだよね、ダメだよね。あ、おし、よし、いけた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 。なるほどね、これが短いのでこれが長いんだから、まあこういう形になるわけね。いけたいけたいけた。またこれじゃない、これじゃない。あー、ジェットヘルム、タイバーのカブトに変えよう。で、ちょうどジェットヘルムをガイに渡してガイのスピード上げましょう。ガイのスピードさらにアップ。これで今で39、マキシムが49、ガイが39、ティアが64。よしで9時にも、あ、違う、こっちこっち、こうこう、よし。消してどうする。 OK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 、 イエーイ。こいつ何でしょうね、何の意図があって動かないんだろう。これはどうやら来ましたね、曲が。
なんかやたら周りに敵がうろうろしてんな。でも特に宝箱とかはない。いやいやいや、セーブはねさっきやったから大丈夫。ボス直前はそらー、そんなんなくて大丈夫大丈夫。腕の立つ男を調べている。貴様の本当の腕前を調べるために。カミュな、ちゃん、ネームドだ。ネームドボス。カミューというとファイアエンブレムを思い出すんですけど。あれ？あ。とりあえず普通に殴ろう。ガイってこ、あの、回復の入れあったんですね、装備的に。攻力2倍。飛んではいない。ゴールドセイントの思い出しちゃう。そう、僕ね、ジークの方思い出しちゃう。お、炎は全くダメっぽい。炎はダメ。いや、ちょっとポイントもったいないんで使おう。氷の一撃。水玉。水は32。あ、しもべだ。しもべ現る。次は、吹雪をぶつけてみましょう。32。まあそもそもあの水属性と氷属性で微妙ですよね、扱いが。何？まあ派手だったけど普通だった。水属性と氷属性の扱いってなんか結構難しくないですか。礼儀最後に111。めっちゃ効いた。雷だ。弱点は雷だ。もうお前の弱点は見切った。レギ、マキシンもあるんで、 しかもイカズチの一撃付き。おりゃ。あー、違う、まずあの手下を、しもべを倒しちゃおう。ね、あ、どんどん出てきちゃう。レギ笹に3分割するといまいち。多すぎ。レギを連打しましょう。しもべがね、マキシムとガイが殴らないと倒さない。スリープスティンガー。そう、スリープスティンガー。確かに経験値が美味しくなってると思う。あ、目覚まし系の呪文持ってないぞ、道具も。レギ、いやー、まあ経験値になるかなという。まああと別に、まあ追いついてるんで、まだ。わーお、あれ起きない。起きないんだ、攻撃されても。ちょっとね、手数減ってるのかなり痛いですね。
マキシムに起きてもらって、雷の一撃やってもらいたいんですよ。マキシム殴るか。この野郎、起きろ。出た。スプリットバーストアタック。ちょっと一回ガッツリ回復しましょうかね。一回がっつり回復しよう。この二人中心にベスト。不要だった。よし、反撃に転じましょう。マキシムがイカ寿司の一撃、ガイがすごい砂繰り、そしてレギ。ガイは下辺を殴ってもよかったかな。もう一回イカ寿司の一撃。これ一応ガイとマキ、ガイとマキシムの位置って被弾に関係するんですかね。レギ。イカ寿司の一撃。仲間を呼んだ。どうやらこれ無限脇ですかね。そのうち切れるかなと思ったんですけど、どうやら無限脇の様子。まあ言うてガイとマキシムで叩いて霊気落とせばまとめて死ぬんですけど、死ななかった。まあもう一回レイキすれば死ぬはず。イカ寿司の一撃、ガイ殴る、エスト。ん、ちょっとね、またもう一回がっつり回復しましょう。これがっつり回復しよう。エスト回復の祈り、ガイにエスト。ふうで、マキシムがイカ寿司の一撃は打てない。回復の祈りじゃないな、急降下、効力2倍攻撃。いやー、ガイは回復の、あえて回復の祈りに取っといた方がいいかな。レギ、マキシムの、マキシムの、ね、イカ寿司の一撃、あっと、さすがに感化できないな、これ以上増えると。単発レギの方がいいかな。そろそろこれ倒せるはず。おお、倒した。ふう、さすがに手こかった。よかったよかった、たっぷり経験もらえそうですね、これ。ここでね、死んだりすると悲惨なレベル差が、悲惨な経験差が。経験3700、6750ゴールド、これは美味しい。予想以上の強さだ。いい気になっていられるのも今のうち。なんちゅう三下ゼリフ。もうすぐ神に支配される。
いや、宝箱。いなくなってしまった。宝箱置いてくのがね、ちょっとショックでした。支配する神。ガイはね、行こうとするがなんかついてこれないと思ったらやってきた。あれか。大人の恋。さあ、ついに正式に仲間になった。すやすや。ところで休んでいくかい？いやー、しかし宝箱な。南東の塔から先に行ってみる。あー、先に進めるようになったのかな、これで。もしかするとちょっと一回セーブします。多分南東の塔に最初の正面の入り口が進めるようになったんだと思う。しかしな、どうしようあれ。いやー、取りに行かなきゃダメですよね。いやー、行かなきゃダメだろうな。あれをね、スルーして先に進むことはできないっすよ。あの3つの宝箱。宝箱ね、取りに行かなきゃダメだよな。なんだろう、寄り道することでいいアイテムあげるよっていうのが明確ではあるんですよね。これギミック全部解除されてるんだよね、きっと。よいしょ。ね、多分ミラクロスあると思うんですよ、また。ちょっと待って、僕ね、もうね、順番をね、あれ、こっちの鍵、あれ、こっち鍵ルートだっけ、こっち鍵ルートかな。それで
ちょっと待って。そこで太平記の奇襲を出さない。そこで太平記的な奇襲を出さない。ブンベガオ。ちょっと待って。バイ。ブバイガーラ。ブバイガーラ。ブバイガーラね。よし。いけるいける。ブバイブバイ。ブバイブバイ。よし。もうね、さすがにね、何度も間違えたからね、明日聞かれない限り大丈夫ですよ。よし。ここで、下が鍵ルートだっけ？いや、下がスイッチルートか。あ、倒さなきゃダメなんだよな。しかしなんだかんだで、魔法連打しててもボス前で回復できるんで、なんかあんまり魔法温存しなくていいのがね、バランス的に好き。昔の RPG って魔法って使うと MP 切れてそれっきりみたいなパターンが多かったと思うんですけど、ボスまで温存するぐらいの勢いで、ドラクエ3とかなんかでそれぐらいだったような気がするんだけど、比較的頻繁に魔法を使って問題ないのが嬉しい。こうするこう、これ一体何回目だろう、これを繰り返すの。だから僕ね、ドラケ3の時ね、戦士僧侶武闘家のパーティーでした、クリアしたの。あれ？もう上がっていいのか、これ。いや、階段下ろさないとダメ。あれ？あれ？いや、あれ？行く必要あったっけ？いや、あったような気がすんな。足場戻して階段、いや、もう行っていいのか。足場戻すだけじゃなくてスイッチが必要ですよね。こっちがスイッチルートじゃ、こっち鍵ルートか、ただの。なので、ほら、最近のスパロボも、MP、あ、なんだっけ、MP 最初からマックスタイプじゃなくて徐々に溜まるタイプになったじゃないですか。あれ、まあ、G ジェネが先かな、あれやったの。よいしょ。あ、行き過ぎた。鍵な、いや、鍵はアイテムとして入手したからね。大丈夫だと思いたい。よし、いけた。ほら、この野郎。まったく。もう一回来させるとは何事だよって話ですよね。ファイヤーだが。お、しかし、やっぱり。お、あははは。神の鎧。おー、苦労した甲斐がありましたね。これは苦労した甲斐があった。
神の鎧を装備できるのはどうやらガイ。おお、攻撃力アップ、防御力13。攻撃力アップ付きですね。プリキュアじゃなくてプライキュア。使用した人の最大ヒットポイントの4分の1を全員回復。あ、これ結構良くないですか。ほう、味方全員50回復ですね、ガイが使うと。素晴らしい、神の鎧。これは苦労した甲斐があった。通常3倍ダメージ、火に弱い敵にはさらに効果的。これはガイじゃなくてマキシムに。でクックリをガイに。でもう一つ何か拾ったような気がするんだけど、真珠の腕輪か。おお、防御力6アップ。魔法防御力上がるっていうのが、インテリジェンスが上がる。あー、まあ、ボス戦で使ったりするのは全然ありですかね。インテリジェンス上げるの。いやー、これはね、これ思った以上に、苦労の甲斐がありました。これで脱出したい。塔から飛び降りるってできないのかな。そんなことできないわな。そんなことできない。デザール使うしかない。アイテム。テザール。で、今度は正面に向け。正面に向ける。クラメント。何か、そういえばなんだっけ、自爆する、お前らも道連れだって言っといて、別に塔自体は健在ですね、宝箱ごと。特に道連れでも何でもなかった。お？フレイ、レギ、ウォーム、ディア、エスト、ディフ。あー、防御力カップはいいですね。防御力カップありだと思う。パライズ、麻痺を治す。テザー、あ、脱出。だけか。まだ蘇生なかったですね。綺麗なガラス細工。世界中の美しいものを自分の瞳に焼き付けて。ああ、まあでも微妙な量だしな。ちょっと保留。宿屋。リンゴのルビー。リンゴの形をしたルビーがある。この村一番の金持ちが欲しがっておる。ほほう。今度はリンゴのルビーを探す話。ロッド。あー、でも攻撃力上がってもな。ティアはそれよりは、あれ、拾ったアイテムが強力すぎて、案外変える気になんないですね。これもジェットヘルムの方がいいし、ペプロスぐらいかな。あ、ちょっと待って。胴体は怒り特にないんだっけ。ライトドレス。あー、変えられないですね。これ危ないですね。危ない。変えられない。珍しく装備何も買う必要がないですね。買うとむしろ。いや、そこまでだったのちゃんと拾ってきてよかったですね、今まで。金山春さん。なるほどね。北西を通りたければ、金山春さんにリンゴのルビー取ってこいと。なるほどね。もう話が読めてしまった。
話がやめた。そうですね、指輪買ってもいいですね、これだったら。で、多分ここ、このお父さん関係すんでしょ、関係すんでしょ、美しいし、あの主人が。これ金山丸さんち。この村で一番の金持ちっていうのがね、最初に来るっていうところがすごいですよね。北の洞窟に行ったこと終わりかな。リンゴの形をしたルビーがある。わしのことをケチだと言ってるが、それは金の使い道を知らんだけじゃ。ガラス屋の話が絡んできた。ガラス屋も絡んできましたよ。家賃の支払いが遅れてますのよ。出て行ってもらおうとしている。別にいいじゃありませんか、事実なんですから。いやー家賃だけでもかなりのお金が入りますのよ。中には払いの悪い人もいますけどねっていうね。いやー誘導きましたね、もろ誘導されましたね。もう行くしかないじゃないですか、こんなの。こんなの行くしかないじゃん。あれ、あー祠じゃなくて、祠じゃなくて、ダンス、パタパタダンス。あれ起きない。めっちゃ減った。ファイヤーダガー非属性か。非属性ダメージがめっちゃ減ったな今。はい。そしてあの眠ったやつが攻撃されても起きなかったですね。わお、なるほどね。無理、あの頑張ってファイヤーダガー取るとかなり楽になりますね。火属性効く、効く、効きすぎ、効きすぎ。次のエリアでね、火属性がぶっ刺さるってことなんですね。ん？うん。ところで僕、あのまだポケモン見つけてないんですけど、今までのダンジョンの中にあのそういう動線特になかったですよね。怪しいところばかり。あー奥に行っちゃうのかこれ。わかんねえ。まあ行ってみるか。そうそう、カプモン。特にね、あのまだ一回も出てないと思うんですけど、新システム絡みなんでね、なんかあのチュートリアル的なもの込みの動線があると思ってるんですけど、なかなか出くわさないですね。
れはね、分かってるよ。こういうやつな、こういうやつな。まず上からこう三つね、こうね。あー、なるほどね、なるほどね、分かった分かった分かった。つまりこうすればいいわけですね。イエーイイエーイ。いやー、いけるもんですね今ね。自分に感動した、今自分に感動した。結構マジで今のちょっと本当に感動した。なんだこれ。おお、なんだ、敵かと思ったら、え、名前萌え萌え。デフォルト名それどうなのよ、デフォルト名それどうなの、萌え萌えちゃん。わかった、萌え萌え、カプセルの萌え萌え、カプセル怪獣萌え萌え。え、イモリのクレーキ食べる？そんなの食べたくない。名前急な。ポーション食べる？そんなの食べたくない。じゃあ食べたいのなんだよ。あ、キャップを食べたいって書いてるの上に。キャップを食べたい。キャップあったっけ。いや、ないよね。買ってこないとダメ。帽子買ってこい。そうか。なるほど。いや、デフォルト名のもえもえがちょっとキュンときちゃったんで、もえもえちゃんで。もえもえちゃんこれで先頭に、ほらいるいる、もえもえちゃん。お、頑張った。あ、結構頑張ったじゃん。あー、それなりにダメージソースになりますね。いやー、頑張ってきた甲斐がありましたね、ここ。スケルトン炎が効いたんだっけな。あ、スケルトンに集中攻撃されて死んだ話を思い出した。あ、炎が効く。あれ、もえもえ炎属性もしかして。またティア狙ってる、あいつ。スケルトンそういう特性があるのかな、もしかして。スケルトン怪しいですね。なんかマジで結構ティアを わざと狙ってる気がする。なるほど、その萌え萌え火属性だから萌え萌え。本当かよ本当かよって話なんですけど、まさかのね、まさかのそっちの萌え萌え。あれ、あー、炎属性じゃない攻撃をしたってことか。ちょっとね、萌え萌えちゃんのねステータス見たいな。特殊1が尻尾。あの特殊1が、あ、属性ファイヤーって書いてるわ。おー、多分これ与えてて、ゲージが満タンになったらクラスチェンジみたいな。これ属性ヒエヒエ、これ属性でヒエヒエちゃんね。
ここところでこのマップやたら火が効くんですけど、マップ的に明らかに溶岩とかがあって火属性に弱いやつ生きていっちゃいけないんじゃないですかね。ここ火属性の弱い生き物が住んでるね。よく燃える場所。あ、もえもちゃん攻撃されてる。尻尾。仲間を呼んじゃった。あ、これ後列か。あ、もえもえ脱走。いるよね。別にいるよね。もえもえ脱走。これあれでしょう、これあれでしょう、分かってるよ。こうでしょ、こうでしょ。炎の木の実。ある状態で与えるとって書いてますね。だからちょっとある状態待ちですね。不思議の木の実と炎の木の実、なんかいかにもこのタイミングっていうのがあるんでしょうね。上からはいけない。あっちか。あれー、なんか怪しいですね、あっちの方。宝箱ある雰囲気じゃないですか、氷を重ねてったら。あっちが候補と敵だらけじゃないかこれ。あと行けそうなところって、うん、なんか木の実を食べたがってるみたいなタイミングがあるんでしょうね。やっぱあっちだな。あっち絶対なんかある。特になんか宝箱の匂いが、ワイの嗅覚にビンビン反応しとる。すいません、これ段差ね、これ段差ね、これただの段差ね、これただの段差ですか。ふう。どっちでしょうね、どこだろうな。あれ、全く気配がないですね、近くに。近くに気配がない。ちょっと適当にやってみます。どうせリセットすればいいんで。やったら、ダメそうかな、こっちダメそうかな。左に何かありました？ちょっと待ってね。一応右最後まで見るから。ああ行き止まりですね。こっちはどうやら違う。下の方、あと左にも何かある。ちょっと左から行ってみましょう。左はどうやら見えるものが特にないかな。ちょっとすいません。下にしましょう。お、
ついに初遭遇。あ、なんかちょっと違う、ちょっと違うゴブリン。ゴブリンアーマー、尻尾。またモイモちゃんが狙われてる。モイモちゃんね、壁役なんかいいおとりになりますね。あ、ハードレーザー。ハードレーザー拾ってもな。さ、下にこう。あれ、足りなくない？いや、ギリギリ。なーんと、どう置けばよかった。最短距離になるように、最短距離になるように、まずこうでしょ。こうでしょ。なんか違う気がしてきた。なんか違う気がしてきたが、まあやってみよう。これ最後の一個。これではダメだ。これではダメだ。さっきと同じだ。どうすればよかったんだ。あと一個足りないのは、多分置き方で何かスポーンといけそうな気がするんですけど、何が悪かった。爪を左にずらす。こう。いや、ここに結局必要なんだよね。ここスタート、スタート地点はね、ここだと思うんですけど、えい。いや。よいしょ。よし、いけた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 、えい、イエーイ、アクアウィップ、怒りの兜。
大麻の兜、怒りの兜、お、攻撃力ギュッと上がりますね。魔法防御力が下がりますけど、まあいいでしょう。あと、ティアのバトルワイヤーを、アクアウィップ。おお、攻撃力24曲がる。通常の3倍。アクアストリーム。まあ、ティアはね、回復ばっかりやるんですけど、攻撃力めっちゃ上がりましたね。いやー、よかったよかった。で、この1個で、あそこに、ぽい。いや、色は変わってないか。同じですね。よっ、よっ。怪しい。やったね。セーブポイントか。あれ、案外もしかしたらこれボス近いのかな？セーブ。いやー、これねー、なんだろう。開発の、なんだろう。なんだろうね。なんだろう。開発の考えた人の、やっぱね、ネバーランドカンパニーすごいと思うわ。まさかのこっち鍵部屋だったー。鍵部屋でした。こっちは行き止まりね。僕ね、忘れちゃうしそうだな。あ、そういえば、あそこの、あれか。あれだ、あれだ、あれだ、あれだ。よしよしよし、こうね。2! 爆弾。2! OK, 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 OK。ねえ、ルーンファクトリー好きだったんですけどね。明らかにドアが見えている。よしよし、かなりね、今回戦闘力安定してますね。あら、簡単。あれ、これでこのダンジョンクリア？意外にすんなりいけたかな。いや、そんなでもないな。そんなすんなりでもないんですけど、意外にさっきの塔が結構厳しかったんで、今回は塔ほどではなかったですね。まあ話がね、話の本筋とは関係ないね。なんか、ルビーの、なんとか持ってこいっていうだけの話なんで。ボスいそう。今夜の食事は貴様たちで決まり。決まりですな。バーニングアタック、めちゃめちゃ怒りポイント使うのか。多分これ火に弱いでしょうしね。こう、防御力20アップ。結構バフの数値でかいですね。ポイズンシャワー。そうですね。ここで、このダンジョンクリアして話が進んだら、今日はさすがにって感じですかね。バーニングアタック。回復の祈り、いや違う、ひらめき、リフ、これのバフ大好き僕。あ、上がる量が減った。バーニングアタック、さすがに怒りポイント使いますね。クリア時間ね、いや覚えてないんですよ僕も、さっぱり。ただ
なんか10時間ぐらいで僕何周もしたんですけど、10時間から20時間という雑な、それくらいなかなみたいな。ものすごい寄り道があるんですけど、その寄り道にがっつりはまらなければとは思ってます。ん、なんだ、ダメージか、違う、素早さが下げられたのか。10時間はごめんなさい。2周目3周目でのあの経験値倍速モードみたいなのがあって、それ込みの話かな。おいたいた、そう強くてニューゲームができるんですよね。だから20時間ぐらいですかね、初見でイニシエの洞窟にはまらなければ。フレイちょっとイマイチだな。リフどれくらい効く。あー、リフってこれ効果永続かな、効果永続だとめっちゃありがたい。上昇量がガッと減りましたからね、さっき。いやー、現代の RPG はね、ちょっとね、時間食いすぎたと思うな。そうそう、あの、要するに試練ですね。陰線洞窟は。あの、陰線洞窟がっつりハマると、むしろあの、ストーリーよりも全然強い僕が手に入るんで、結構楽になりすぎちゃったりもするんですが、まあまあまあ、あの、行ったら、あれ？この状態以上何？麻痺ってる僕もしかして。もしかして麻痺で、このゲームの麻痺はもしかしてウィザードリー的な麻痺、それとも一定時間なのか。ウィザードリー的な麻痺だとちょっとまずいかも。何かを使わないと絶対に回復しない系の麻痺だったらちょっとやばいかも。一定時間回復系だといいんですけど、そうじゃないとちょっとまずいですね。マキシムが麻痺って、あ、おー、よかった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 、自動的に回復してくれましたね。よかったよかった。ウィザードリー的な麻痺だったらね、終わってましたね。あ、いやー、ファイヤーダガー様々でしたね、神湯のレベルアップがひどいマキシムはもっとグイッと増えてほしいんだけどなあ。モイモイのレベルが上がってる。ルビーがぶっ壊れた。ということは、ん？ルビーはかなり硬い石のはずだ。モンスターに捕まってここに閉じ込められてた。ガラス細工の職人が。ガラス職人がね、何を無茶をしてるんだっていうね。なるほどね、この職人さんがもともと作ったものだったわけですね。同じ金持ちでも金アマールさんとは大違い。
これは事実だ。すごいこと言い出した。走って出てった。もうないかな。よし、脱出しましょう。テザー。おっと、いっぱい出てきた。いやー、今回のダンジョンはね、思ったより楽でしたね。あ、これ、水だった。おー、いいダメージ。ポイーン。ハサミのポイーンっていう音も気持ちいいですね。おー、80ダメージ。あ、そっか、水属性だからか。こんなにいただいてしまう。結構下水主人公。しかしこのお金の使い道はもう、これはもう、もうあれしかないでしょう。ちなみに今これ勝手に動いてます。思わせぶりなプレイをしよって。跳ねてる、めっちゃ跳ねた。すごい、すごい回転して飛んできましたね。いやー、これはね、マキシンもね、罪作りですね。これは罪作り。ちなみに何をもらったんだろう。今何をもらったんですかね。ガラスのピアスじゃないよね。なんか追加で、あ、間違えた。あら、二人のベッド、やらしい、やらしか、やらしか。特に売り物は変わってない。ちょっとまた一回セーブしますね。さあ、一応ほくらを通りたい。俺はほくらを通りたいんじゃ。え、僕が最後に嫁に物をあげたもん。食べ物はしょっちゅう買ってきてる。いや違うよね、ごめん。あれ、なんだろう、思い出せない。いやーでもね、指輪のプレゼントかね、地雷っていうのはね。あ、ついにパーセライトに来たか。ついにパーセライトに来ましたね。話がここら辺でググッと進むはず。いじめっ子たちがぐるぐる回ってる。いやー、パーセライトはね、ちょっとね、思い出深いですからね。
さあ、というわけで、謎の女性とすれ違ったところで、今日ここまでにしましょうか。そのわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。次回はパーセライトから再開しようと思いますので、まあまた明日の夜やりましょう。そのわけで、今日の配信はこれで終了になりますので、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。